はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一なり1億円近くを投資しておりました、世界バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生です。今回は私のインジケーターについて触れていきます。今日の成績ね、自動売買はライブでは禁止ですけれども、試験でデモトレードで、試験しております。市販してるね、私の方の、ね、インジケーター下のリストに載ってるものです。それに対してね、またバージョンアップしてるですね、試験投資をしておりました。それから左と、左とですね、右のパソコンはそのままですね、同じ設定でやってます。で、こちらはね、50%と、60%以上の投資で、1日で9720円の利益ですね。1個ずつ投資ですね、複数投資しておりません。意外と流れますのでね、1個投資でやってます。そして1日で9720円ですね。今、9月12日8時53分、夜ですね、時間帯がですね、ってなってまして、で、これ勝ちだから、まあ1万2000円ぐらいですね、の勝ち越しです。で、こちらはちょっとまた、こちらは私のバージョンアップの試験中のものですけども、ほとんど今回は出足が良くて、もう2本ぐらい勝ってますね。これで勝てばプラスになるわけですかね。でもなんで5000円からですかね。こちらはね、55%の60%以上、全体ではね、55%で、最近では60%、たった0.5%しか違わないんですよ。こちらはね、また新しいシグナルが出ましたけどね。これはデモなんで自動売買で動いてます。ライブでは禁止ですのでね、ぜひ注意してください。で、こちらの方はこれで勝つと思うんだけども、まあちょっとの利益ですね。あ、7200円いきまして、裏でなんか買ったんで、もう7200円上がりましたね、ここね。で、7200円ですね。あ、こちら上がりまして、裏であったんで1万1600円になってますね。で、これで勝つから1万3000円ぐらいになるかな、今日のピークの利益になっていくみたいですね。ただ、私のね、説明に書いてる設定値通りですね、こちらはね。それで、1日で1万3000円ぐらいの稼ぎですか。そのまま打ってね、普通はね、調整する必要があるんですけど、シグナル出て1個ずつ通してるだけで、勝てる、試験なんでね、見て、このように設定さえ良ければ稼げてます。ね、1000円ずつ投資ですから、1万ずつ投資で6万、あ、7万の利益になるわけですね。5000円ボーナスですから、7か、な、8本ぐらいかかるか、8万で、1日の稼ぎ8万と。ね、いつもマイナスになることもあるからね、注意して。で、こちらの方の設定は55%以上なんですね。こちらのインジケーターね、このようにね、設定値がね、55%のどれか見れば分かるんですけど、あ、70%以上だ、50%の70%以上。ね。で、見てます。ね。で、こちらの方の成績のいい方ですね。もう1万超してますから、こちらの方が、ERUSD。これが50%の70%ですね。だから、UDJGY。また来たね。こっちも来たし、こっちも来たし、こっちも来たし上ね。に、はい。さあ、どうなんでしょうかね。こちらね、ちょっと違うやつなんですよ。
あの新しい方法の投資方法なんでちょっと違うんですよ。こちらとこちらはね、あの皆様が使ってるやつと同じですね。ほぼ同じですね。上がってきて勝ちそうな感じがするんだけどね、どうでしょうかね。時期によっても違うと思うんだけどね。まあだからこれなんかだからまだ1200円しか稼げてないわけですよね、1日やって、ね、でこれで稼げたら3000ぐらいになるわけです、1日でね、1000ずつだったら ね。こちらの方はだからね、1万個するから5000以上もね稼いでるわけ、1000ずつでね、1日かかってそんなもんですね、よくてね1日5000だから1万ずつ、これシグナル通りに通しててね、設定値をよく合わせてね、今のは私があの見てるのでですから、いつでも稼げるか分かりませんから、各自でね設定値を、ね、パーセンテージを上げてね、投資数を減らすとかね、ただこちらのようにね、55% の 70% ね、全域で55% 上げてるわけですね。右側 50% なんですよね、全域ではね。全域が 55% って落ちてる方が利益が上がってるんですよ。投資数が多くなるかということの原因かもしれませんし、確実に稼ぐんだったらこちらの方がいいんじゃないかとは思うんですよね。6200円の稼ぎね。だから 10万ずつ投資してたら、もう12万になってるわけですね、利益はね。1日ですよ。でこちらも見ていただくと分かるんですけども、ね、あの勝負これをこちらはまた別のやつなんですけどね、またこちらの方来ましたね。これは下ですね、これで下なんですよね、下に売るね、難しいとこですよねこれね、ほんと下なのに行って勝てるのかな。